キープ。あー、ここはうまさがあります、アレックス。そして五稜のクロス、谷が出ます、触れない、シュート、2点目を決めました鹿児島、長畑のゴール、2対0。鹿児島が追加点を奪いました。クロスから最後は長畑のヘディングシュート。前半17分のゴールです。鹿児島サポーターも沸きます、鴨池。ここはアレックスの素晴らしいキープ、3人を引きつけて、そして最後五稜のクロス、谷が触れませんでした。そしてファーに待っていた長畑のヘディングシュート。